今回は2007年式アストンマーティン V8 バンテージスポーツシフトをご紹介させていただきます。まずお車の状態からなんですけれども、目立った傷ですとかへこみというのは見受けられないお車でございます。目を凝らすと、洗車傷のような小さな線傷というのはもちろん入ってはいるんですけれども、それを含めてもかなり状態としては綺麗な状態を維持しているかなと思います。この V8 バンテージに関しては、フロントのバンパーですとかボンネット周り結構飛び石食らったりとか、あとはリアのお尻の部分も飛び石よく食らっちゃうお車なんですけれども、そういった飛び石の傷っていうのもほとんど見受けられないお車ですので、状態としては本当にいい状態を保っているお車かなと思います。で、こちらのお車外装色に関してはミッドナイトブルーのこちらのかなり濃い青色の、外装色使っておりまして、で内装は白のアイボリーレザーですね。で本当にこの組み合わせはイギリス車らしい高貴なイメージを与えてくれるお車となっております。こちらのお車はですね、本来このナンバープレートがこのグリルの部分にかぶるような形で本来はステイ作られてるんですけれども、こちらの車このグリルをデザインのこのかっこよさを生かすためにわざとこのステイの方を下に下ろしてこのグリルが全部見えるようなデザインにもなっておりますので、ここもやっぱり前のオーナー様のこのこだわりを感じられるお車かなと思います。はい、続きましてリアの方を移りたいと思います。本当にもうこのリアのデザインはアストンマーティン独特のデザインでして、もう後ろから一目でアストンマーティンなんて分かるようなステータス性を備えているデザインになっております。でこのタイヤハウスのところがですね、ミラーの方から見るとかなりこの張り出しているところのこの美しいボディラインですね、ここもやっぱりアストンマーティンの美学としてずっと追求し続けているところではありますので、このデザインは本当に美しいデザインになっております。で、V8 バンテージに関しましてはハッチバック式になっておりまして、やっぱりタイヤの大きさっていうのももちろんありますので、トランクスペース自体はそこまで広さは完備はしてないです。ですけどビジネスバッグですとか、あとは旅行用のバッグでしたら全然入っちゃう車なので、そんなに収納能力が全くないっていうお車ではないので、そこはご安心いただければと思います。はい、続きましてインテリアご紹介させていただきます。まずドアのバブの方を開けていただくと、マスターウィングですね、こちらは14度上がって縁石への干渉ですとか、あとはハンドアの防止なんかにも役に立ちます。ここの位置から下ろしても簡単に閉まるお車なので、ハンドアもかなり防止できるかなと思います。お色は先ほど説明しました通り内装全部アイボリーレーザーですね。運転席側だけ少しランバーの部分すれとか、あとはちょっと黒みがかってしまっているようなところはあるんですけれども、こちらの方もご要望いただければ綺麗にお直しすることも可能ですので、そこはぜひスタッフの方にお尋ねいただければと思います。はい、早速ではエンジンかけていこうと思います。エンジンかけるときはこのボッキーをさせていただいて入所に何回まで回していただきます。システムチェック OK 出たらブレーキ踏んでこちらのセンターのボタンを押していただいてエンジンかける形です。はい、アストマーティン独特のこの乾いたサウンド、もうお尻の方はかなり詳しいんじゃないかとは思うんですけど、やっぱりこのサウンドはアストマーティン唯一のサウンドですので、そういったところも、何でしょう、アストマーティンのこの良さでありかなとは思います。で、このレザーのところは全部このネイビーのレザーを使っておりまして、外装のミッドナイトブルーとこの組み合わせも非常に綺麗な組み合わせになっております。で、やっぱり一番のこの特筆すべきところはこのポップアップ式のハードディスクのナビゲーションかと思います。これ、切り出して全部つけてるので、これ工賃込み入れちゃうと本当に100万近いお値段するぐらいの本当に高価なオプションになりますので、これついてるお車っていうのは本当にお買い得なお車かと思います。でナビも使えますし、こちらで地デジの視聴ももちろんできますので、今の現行のナビゲーションと遜色ない使い勝手も持ってますので、ナビに関しても本当に問題はないかなと思います。でこちらが全部シフト周りの操作のボタンになりますね。今ニュートラルの状態なんですけども、こちら押していただくとリバースにギアが入ります。であとはパドルシフトでの操作ももちろんできますので、こちら同時に押していただいてニュートラル入れていただいたり、ただドライブモードこれ入れていただくと、スポーツシフトを、ご自身でシフトチェンジされる方がほとんどかとは思うんですけれども、こちらのドライブモードでオートで勝手に変速もできるお車なので、
まあ、そこの使い方ももちろんよくはなっております。はい、このオーディオ関係のボタンも非常にシンプルでかつ分かりやすく配置されてますので、まあ、ここ見て使いづらいって思う印象はないかと思います。でセンターにはこちらの時計がちゃんと入ってます。でエアコンの調整もここで全部簡単にできちゃうので操作も非常に簡単なお車です。でここが鍵のロックですね。あとはここ小物入れがあって、こちらが一応灰皿ではあるんですけれども、このお車に関しては灰皿ついてないので、まあ、いわゆるノンスモーカーパッケージっていうものになりますね。でこちらでボタンでナビの閉じたり開けたりっていうのもできるので、まあ、もし使わないようであればこの美しいデザインもせっかくありますので、まあ、閉まっていただいてドライブしていただくことも可能でございます。はい、続きましてエンジンルームご紹介させていただきます。エンジンルームこちら開けていただいて、これがエンジンルームになります。このいわゆるドライサンプ型のエンジンになってますので、エンジンマウントはかなり低いです。で、エンジンはもう中央に乗せてマウントしてありますので、お車のこの重量のバランスっていうのが非常にきれいに整えられているのが V8 バンテージの特徴です。でもうこの 4.3 リッターの V8 エンジン、こちら385馬力ですね、発生させるエンジンですので、走ってて全然物足りないなっていうほどパワーがないお車ではないので、この美しいデザインを楽しみつつ速さも楽しめる両立しているお車かなと思います。はい、今回は2007年式アストンマーティン V8 バンテージご紹介させていただきましたけれども、こちらのお車ですね、後期モデルに比べてお値段もかなり手頃になってきております。新車価格を考えましても今が本当にお買い得な時期なのかなというところはあります。でこの綺麗な青と白の組み合わせというのもイギリス車らしい本当に高貴なイメージを与えてくれるお車ですので、本当 V8 バンテージをお探しの方ぜひこのお車ぜひショールームに来て見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。